はい、今フリーランス美容師を表参道でしてます。今年28になります。後藤光生と申します。よろしくお願いします。はい、ローブで、代表をやってる沢木正則です。今年34歳になります。よろしくお願いします。いつからの仕事ですか？勝手に僕は知ってました。僕も知ってました、知ってましたよ、それ。これでも本当、僕が2年目の時とかですね。だから6年前にちょうど僕があの雑誌のモデルさんを集めるんですけど、僕365日だったら300日ぐらい原宿いたんですよ。でも俺もそれぐらいいたかも、360日ぐらい。カラーリングを初めて一人で先輩のお客さんにメインで塗ったの僕2年目の8月なんですよ。それまでずっとモデルさんしてたから。でその時にちょうどなんかだからもう本当モデルさんたちが原宿行ったら後藤いるよみたいな感じでこうみんな仲良くしてくれたんですけど、その時の仲良いモデルちゃんがみんな沢木さんが撮影してて、で今日どこ帰り、ローブみたいな、あ沢木さんって人みたいな、えどれどれかわいいみたいなのでもずっと知ってました。そうね、僕もまだアシスタントの時だって必ず火曜日は作品撮りしてました。正月以外全部いた気がします。俺はでも必死だったな。もう後藤君と違ってすごい年食ってたから、28ぐらいだったから、やらないとっていうのに駆られてひたすらやってたって感じですね。9年間ぐらいずっとアシスタントだったんで。そうですね、デビューは29だったんで、まあ、自分らしさっていうのを常に考えてて、まあ、僕はあまりこうデザイン性強いものっていうより、まあ、ナチュラルなものが好きなので、まあ、その中でこう何をこうプラスアルファしたら、まあ、目に留まってもらえるなんかヘアスタイルとかになるのかなっていうのをこう日頃からモヤモヤと考えて、でその時の自分の気分とかを、まあ、作品撮ったりお客様撮ったりして、まあ、発信してますね。あんまり見すぎると真似みたいになっちゃうから、自分らしさっていうのをずっと考えて、まあ、発信してます。分からなくてSNS がずっとで、なんかなんとなく僕らってこう作品撮り時代で生きてきたじゃないですか。もうなんか今のインスタグラムの打ち出しとは違って、僕がアシスタントの時とか多分今の SNS のこのマーケティングだとかそのコピーライティングがどうのこうのっていうよりかは、本当に単純に可愛い作品を作って、この人の作るデザインかわいいなでフォロワーが伸びてた層の世代じゃないですか。だからずっとその名残を引っ張っていてしまったなってのがここ 1,2 年ぐらいずっとダラダラしてて、でフォロワーもそんな伸びなくて、でもあと伸びてる人はバーッと伸びてるじゃないですか。だから何が違うんだろうなってもうずっと考えてて、なんだろう、僕逆に考えるタイプで、なんかなんとなくやってたなと思って、デザインするのも好きだからなんとなくうまくバランスを作ってなんとなくおしゃれなものを打ち出してればいいやだったんですけど、やっぱりそれって多分誰にも響いてなかったんだなっていうのを最近ハッとして、フリーランスになって逆に僕って本当今集客をしたいんですけど、なんかもう無理にしなくても、それは語弊がありますけどね、したいんですけど、普段来てくれてるお客様でもう予約の枠がほぼ埋まるので、新しいお客様が逆に入りすぎると一人でやってるので入れなくなるっていうところで、こうあんまりこうショートショートとか文字入れてフォロワー増やそうとかっていうのをもうやめてしまえと思って、フリーランスになった瞬間にこうパッとシフトチェンジしたのがきっかけで、で逆に多分それが功を奏したのか、なんか本当好きなメイクとか好きな写真とか好きな服とかでもいろいろ本当に考えて撮影するようにして、打ち出すのもなんか分かりやすいように、今まではこう髪の毛のショートのここがとかなんかビフォーアフター載せたりとかでこう、まあ、お客さんがいいな、この人に切ってもらいたいなを狙ってたんですけど、逆に今はもう本当のその来てもらわなくていいから、誰かがこう保存をしたくなるような何かがあったらいいなぐらいで、まあ、だから僕本当全然集客ならないかもしれないけど、今もともとメイク好きだったんでメイクしたりとか、そのメイクしてる詳細を載せたりとか、なんかそういうもろもろしだしてから本当にここ 1、2ヶ月、1ヶ月半ぐらいでフォロワー6000人ぐらい増えて、今いるお店のこと話してたんですけど、なんかこう
ぼんやりしてたな、あの時って。なんか作るのをぼんやり、なんか今って本当に明確に、あ、メイク打ち出したいからこのモデルさん呼んで、このふういうふうにメイク準備して、あ、メイクこれなら衣装これにして、あ、こうするから写真こうやって撮ろうかな、で、まあ、その使ったコスメを載せる、まあ、髪の毛はこんなのが最近の気分だよって載せるっていう、もしかしたら時代に逆行してるのかもしれないですけど、今ってリアルスタイルを打ち出しての中で、可愛いモデルさんを、可愛いメイクをして、可愛い部屋を作って、あ、この人ってこういう感じのがいいんだっていう、改めてまた昔に戻ってきてるのかもしれないと僕は、なんかこう意味のある打ち出しをするように気をつけ出しました、この1、2ヶ月。なんかでもその作品撮り世代じゃないですか、僕らって。で、なんかせっかくアシスタントの時からもうめちゃくちゃお金かけてメイク道具買って、モデルさんにも何十万何百万払ったんじゃないかぐらいの勢いでギャラ払って、こう撮影をして、で、作るのが好きで、で、生きてきたこの何年かを、こう今あのインスタグラムの打ち出しの、その、なんだろうな、まあ、いろんな形があると思うんですけど、それに逆に自分が染まってしまうのってめちゃくちゃもったいないなと思って、多分文字入れて戦略的にやれば間違いなく伸びるとは思うんですよ、ある程度のデザイン性とある程度のうまさがあれば。ただ今までやってきたのどこ行ったみたいなのが悔しいなと思って、だから僕逆に沢木さんとか、まあ、いい意味で、まあ、ジェラシーじゃないですけど、多分好きなんだろうでしょうけど、ずっと続けてそれで結果出してるから、あ、すごいなって思ってます。継続研究、まあ、やり続けることだよね、うん、意外とそれをできない人って結構多くない？作品撮りとかやればいいのにとか。3日坊主まではいかないけど1ヶ月坊主みたいになってますよね、みんな。なのにこう数字が上がらない上がらないって言ってるけど何も動かない、新しいことをしない、うまくいかなくてもね、まあ、やり続けたら大事なのかなってすごい思うけどね。まあ、勝ちたいじゃないけど、なんかこうのし上がりたいという気持ちはもうずっとあって、でもそれはもう誰も持ってると思うんですけども、そこはもう就職する前からずっと思ってる、その気持ちだけですね。で、まあ、でも僕がすごい良かったなと思うのは、その長いアシスタント時代、人間関係もいろいろあるアシスタント時代ですけども、あのすごい人たちを見てこれた。その人たちはでもみんな頑張ってた気がするんですよ。僕の見てきた成功してる人は、まあ、頭がいいとかじゃなくて、みんなストイックに打ち込んでたっていう人たちを見てきたんで、僕はちょっとこうあんまり賢くないので、もうストイックにやり続ければきっと結果が出ると思ってやってきたって感じですね。あ、いや、野球部でした。野球部ですよね。あと昔からの根性のなんかもう根性の塊で育ってきた感じもありますよね。そう、あと根性の塊だったけど今まで何もうまくいかなかったから、美容師としてはちょっと成功したいなっていうのは。ハイブリッドにしなきゃなと思いますね。その今 の、 その早送りは僕すごく正しいと思ってて、僕自身がデビューするまでに5年半かかってて、そのモデルカットも 2,300 人やったりとか、もうなんかこれいるかってやつとかもあったんですけど、本当めちゃくちゃあったんですけど、やっぱ簡略化すれば早くはなるので、けど果たして早巻きでデビューして本当に自力がついてるのかは否定するわけじゃなくて、人によると思うんですよね。だから流星君とかバカうまいじゃないですか。あれ、あの子だって4年目とかですよね。4年目であそこまでもいけるわけだから。でもあの子は多分めちゃくちゃとんでもない時間の過ごし方をして、とんでもなくやってるからなってるわけで、でもあの子の速いスピード感で全員がやってうまくいくとは思わないんですよ。早巻きにしすぎるのもな、だけどやっぱ無駄な部分はあるから、その教育っていう部分でやっぱり無駄をなくすとか、大手サロンだったら余ってる時間ないですか、こうやって立ってる。沢木さんとこなさそうだな。うちはあったんですよ。人が余ってる時間があって、でアシスタントの子とかも余ってて時間あるなら、その時間がもったいないし、サロンとしてはうまくさせ、早くうまくなってほしい、戦力になってほしい、アシスタントの子は早く数をこなしたい、じゃあもう本当カラーリング専門店とか作ってしまって、会社で
最初の1年間そこにぶち込む、カラーリングだけひたすらさせる、でそこの部合もアシスタントに入れる、でそこで利益が生まれる、アシスタントの子もやる気が出る、で帰ってきたらこいつカラー超うまいじゃんみたいなっていうフローを、まあ、サロンの経営が余裕があるならそういう、まあ、カリキュラムなり場所を作ったりするなりとか、なんかやり方ってめちゃくちゃいろいろあると思うんで、なんかそういうのをうまく取り入れながら早巻きにすることはありだと思います。ただ本当に全部を簡略化しすぎて早巻き早巻きはどうなのかなとは思うんですけど、でも最終的にやっぱ人によると思うので、濃密な時間をどんだけ過ごせるかじゃないですかね。早巻き早巻きにするともうそこで上がれるのはもう本当一部ですよね、うん、僕の時5年半デビューだったんですよ。今3年半なんですよ。めちゃくちゃ下手くそなんですよ。本当に下手くそになってて、僕がデビューする時ってもう5年半かけてるんで、もうどんなお客さん来てもおばちゃん来ても若い子来てもレイヤー切ろうがショート切ろうがボブ切ろうがもうほぼほぼ文句言わせねえよぐらいのテンションでデビューしたてから切れるんですけど、今の子ってもうなんかもう切れてないんですよ、そもそも。けどなんかもうボブ切れて若いデザイン切れればいいやでデビューしちゃってるんで、幅が狭かったりするから、やっぱ教育がデビューした後も続けばいいと思いますね。だからデビューしてリリースだと多分その子の成長がそこで止まるから、デビューしたその後も教育のフォローバックがあるなら早巻きでいいと思います。とりあえずサロンとしても単価上げさせて利益を上げないと、多分アシスタントって言ってしまえば手伝ってくれてるっていうところを早くお金を生み出せる人に変えなきゃいけないのは今の時代の経営では分かるんですけど、結局それで早巻きでデビューしてデビューさせたポイだと多分もう中途半端なまま生きていくことになるんで、デビューした後にちゃんと勉強会をするとか、まあ、でもそのためにヘアキャンプさんとかあると思うんで、自分たちで勉強する何かをさせるとか、変な話みんなでヘアキャンプ買ってみんなでちょっとプロジェクターで見ようよみたいなのとか、そういうのがあるのであれば全然2年とかでデビューさせてというか、逆にでも僕は自分これからそうするならそっちがいいなとは思ってますね。上手い人はそのまま成功するかもしれないけど、あとは上手くなくても向上心があれば自分でそれこそ今どんな環境でももう携帯一つあればね、それこそヘアキャンプで勉強できたりとかもいろんなツールがあるから、インスタでも分かりやすく上げてくれてる人とかもいるから、でもその向上心を持ってる人っていうのはすごい、でもやっぱすごい少数なのかなって思うから、うちの店としては、まあ、カリキュラムもしっかりするけどそのモチベーションを保つためにはどうすればいいのかなっていうことをみんなでこう話し合ってる。なんか美容師のその成長する過程をどう楽しませるかっていうのを見てれば早いんですけどね、先輩の技術とかを。前の会社にいた時にメインについてる代表の人に2年ついてたんですけど、いやまあ俺のお客さん来たらできるって言われて、いやって言ったら、まあ、そんなんだからダメなんだよみたいなすごいよく言われて、まあ、その時からも、まあ、この人営業中どうやって量感調整してんだろうな、なんでここから巻いたんだろうな、なんでこうやってしたんだろうなって見てれば、多分別にカリキュラム短ろうがいけると思うんですよね、極論ですけど。でもそこのマインドを持てないから問題なんですよね。そこのマインドをどう持たせるか、ちょっとずつうちなんかこの下の子たちがマインドを引き継ぎ始めた。あれはどうしたんですかっていう質問が少しずつ飛び交うようになってきて、うちは割と感覚でみたいな感じはあると思うけど、その技術に対してとか、なんか薬剤に対してとかっていう興味を持ち始める子が少しずつ増えてきた気がして、まあ、それって僕がこう見て学んで結果を出したから、みんななんでだろうって考えてくれてるのかなっていう人が少しずつ増えてきたのかな。メリットとしては圧倒的時間の自由、時間がうまく使える人はマジで向いてると思います。変な話、カウンセリングしてカラー塗ったら20分ぐらいは放置するじゃないですか、うん、今までって沢木さんもそうだと思うんですけど、僕も20分開くどころかカットすぐ終わらせてクロス変えて次のとこ行ってまたしましたって言ってカットしてカラー塗ってもらいますねまた次行って、もひたすらエンドレスで、トイレ行ったっけで営業終わりません？なんですけど今カラー塗って20分空いてるんですよ。どんだけ営業1日7人とか入っててきつかろうが絶対2時間のうちの20分空いてるんですよ。その時間で、この先週撮った画像の加工しようかなってバックルームすぐ行ってパソコン開いてダダダダダとかができちゃう、なんていいんだってで、なんか働く時間が長くなるんですけど、でも実際教育サロンにいて、
僕だったら後輩のレッスンを週に何回か見て、結局レッスン見てると11時とかだったんで、そんなに時間のコントロール的には変わってないかな。まあ、ただ1対1なのですごい気は使うし、ずっと接してるのでなんていうんですか、こう間が持たない人とかもいるじゃないですか、美容師なんで1対1であんまり喋らない方とか、そういう時はあるんですけど、まあ、それを差し置いてでもやっぱ密にコミュニケーションは取れるし、お客様からもめちゃくちゃ言われます、こっちの方がいいですって。でもそれはちょっとあれです、分かる分かる、それ言われて今ぐさってきた。実際後藤さんいつも忙しそうにしてたから、本当にいつもカットしてすぐ行っちゃいましたもんね。後藤さんにカラー塗ってもらうなんていつぶりだろうとか、シャンプーしてくれるんですかとか、本当になんかそれを聞いて実際どうですかとか聞くと、なんか本当にいやもう全然ありがたいですみたいな、ね、なんかお客様の反応と、まあ自分の時間の使い方と、まあ本当にやらしい話入ってくるお金も時間とお金が多分3倍4倍になるので、沢木さんほど稼いでたら多分お金は一緒ぐらいですけどね、どんどんですけど、あの僕らみたいな教育サロンでちょっと低賃金で働いてた人たちは時間とお金が圧倒的に3倍4倍になるので、その分好きなところにも投資できるし、そこはすごいメリットかなと思いますね。ただ僕が今一番感じてるのは、多分人によって潰れると思います、フリーランスって。これ多分あの頑張れない人がフリーランスになったら多分絶対ダメですね。だと思う。あとちゃんと教育されてない人がなってもダメだと思う。後藤君はすごいもう技術も、まあ、いろんな後ろの姿も見てきてるから、背中見てきてるからだと思う。なんかみんななんかフリーランスになったらうまくいくって思っちゃダメだよね。それは本当に自分がなって身をもって感じてますね。なんか本当満足しちゃうんですよね。変な話、5、60万ぐらいできる力があればフリーランス慣れちゃうと思うんですよ。だからそんな売り上げなくても慣れちゃうんですけど、ただそれで満足してしまったら本当に成長がないな。一人なんでもう自分との戦いでしかないし、ある程度お客さん入ってて売り上げもそこそこでお金もそこそこでハッピーって過ごしてるだけだと多分何年後かにいないなとは思いますね。フリーランスになっても勉強するとか、常にこのフリーランスって報酬も時間もあるけど危険なんだよを察してないと、多分今はいいですけどこの時代、多分もしかしたら時代が変わった時にやばいなとは僕も感じてます。だから僕もなんかそれこそフリーランスになってお客さんパンパンだけど作品撮りして SNS 打ち出してとりあえず何かしないと不安なんでやってるんですけど、そこは圧倒的、まあ、デメリットというか、このフリーランスが蔓延しすぎてて、あんまり甘く考えすぎるとやばいんじゃないかなっていうのはすごく実感しております。まあ、あと圧倒的に上限が決まっちゃうことですかね。一人で働けるマックスが決まっちゃうんで、こうお客さんが予約取れないっていう人とかが出てきたりとか、それで他行っちゃうとか、後藤さん取れなかったからとかいう人が結構いるので、やっぱり次のステップになった時に、まあ、アシスタントを雇ったりとかもろもろは考えなきゃいけない段階が来るんだろうなみたいなのは今で、まあ、デメリットというか悩みというか絶妙なところですね。最終的にこうなんかある目標みたいな、ですよね、そう、すごい気になる。サロンの売り上げってスタッフにペイできるじゃないですか。人との接し方も絶対変わってくると思うんですね。今の子に合わせて